無事でよかった。君は？ミーのことを聞いているのかい？ミーの名前はファンシー。ファンシー。なんだか眩しい。俺様と同じ眩しさを感じるぜ。それで君の探し物はこれかい？そうです。助かったです。お安い御用なのさ。ファンシー、本当にありがとう。スモーリー、ごめんね。もう大丈夫です。みんなのおかげで元通りです。そーっとノイズ辞書。素直になるって。素直になるって簡単なことじゃないのさ。俺様のセリフが。ねえねえ、ファンシーは何の動物なの？とっても気になる。ミーかい？ミーは、おっと、ここで賢い君たちに問題だ。ミーは一体何者だと思うかな？1、イケメン。2、イケメン。3、ユニコーン。ユニコーンです。ちょっと簡単すぎたかな。まあ、ミーの他にもキツネやカワウソ、ヘラジカだっているのさ。なんだか珍しい動物がいっぱいいるですね。ミーと遊びに行くかい？退屈はさせないのさ。遊びに行きたい。なんであなたも。お決まりのようだね。イケメンでいいのさ。でも寂しいよ。友情のバナナ印なり、友情バナナっす。ちょっぴり寂しいけど。寂しい方が忘れたいです。ついにこれから新しいワクワクがきっと待ってるです。僕たちの分まで楽しんでくるです。うん。さあ、このイケメン、よし、新しいピクミーランドに向かって。どんな世界が待ってると思う？それを確かめに一緒に遊びに行こう。それじゃあ、ミーについてきたまえ。新しいピクミーランドに向かってピクミーポップ。ここは
書きしてくれた絵を僕たちに送ってくれても OK だよ。いっぱい書いて送ってね。どんな写真やお絵描きが送られてくるのかな。楽しみ、ワクワク。ハッシュタグハルピクミーをつけてツイッター、インスタ、LINE でたくさん送ってね。 LINE で応募してくれる子はこの動画のコメント欄に僕が青い文字を書いてるよ。これを押して僕と LINE でお友達になってね。ファンタさんだ、追加。僕との LINE のトーク画面にピクミーと一緒に撮った写真と写真を紹介する時のニックネームを送ってね。これで応募完了。 Twitter とインスタは大人の人に教えてもらいながら送ってね。応募締め切りは4月13日の夜6時まで。結果発表は4月20日の土曜日の動画で。
してね。ポチー、グッドボタン。僕たちとお友達になってくれる人はこのボタンを押してね。ポチー、ベルを押すと新しい動画をお届けするよ。使ってほしい